どうも、ハイチです。今回は皆さんにお願いがあって動画を撮らせてもらっております。で、実はですね、以前 NHK さんで自分のこう取材してもらったものを放送してもらったんですが、それがこの前関東圏のみで再放送になったんですね。で、実は明日再放送が決定しました。で、しかも今回は全国です。 NHK の全国で放送されることとなりました。ただ時間がですね、朝の5時から5時半のおはよう日本という番組がかなり早朝なので、まあ、タイムリーに見ることは難しいかもしれないんですが、ぜひね、今回全国放送になってますので、録画で構いませんので見てみてください。で、それにあたってお願いがありまして、自分で言うのもなんなんですが、おそらくその今 YouTuber っていうものが風当たりがどんどんね、こう向かい風が吹いてる状況の中で、約4分から5分がっつりもうワンコーナー今回使ってもらったんですね。で、その様子を NHK の全国ネットで YouTuber が出るって本当に自分の中でも異例だと思ってて、で、まあ異例だからこそチャンスだと思ってます。で、自分の中ではもちろん自分のためっていうのもそうなんですけど、まだ YouTube で勉強できるっていう選択肢を知らない子たち、もちろん親御さんも含めて、もう日本にたくさんいらっしゃいます。で、その方たちのためにも、そして自分以外にも信念持って、YouTube っていう場所で教育 YouTuber として頑張ってる人間がたくさんいます。その人たちがもっともっと活躍の幅を広げるためにも、ぜひ今回この放送に出ることを SNS で拡散してほしいんです。自分もね、ツイッターでツイートをしているので、もちろんそれをリツイートしていただいても構いませんし、まあインスタちょっとやってないんでね、インスタをやってる方はなんかそれ絡みのツイートをしていただいても構わないんですが、明日の早朝に出ることをぜひ、皆さんの力で拡散させてください。よろしくお願いいたします。で、もう一点がですね、こう普段、自分の動画を使ってくれてる子は特にそうなんですけど、ぜひ今回録画したもので構わないので、それを親御さんの前、特にご家族の前で見ていただけたらすごく嬉しいです。で、これはなぜかっていうと、自分のユーザーの子の中には YouTube で自分の動画で勉強していても、何 YouTube 見てんのよみたいな、勉強してるんだよ、いや勉強なんかするわけないじゃないみたいな、でやとこういうね、あとやりとりっていうのは結構あるそうなんですね。で、やっぱり親御さんの中では、YouTube イコール勉強なんてできるわけがないって思われがちなんですけど、まあ、今回 NHK に出てるっていうところもありますし、放送の中で自分の動画の一部をね、流してもらってる場面もあります。なので、こういったちゃんとしたというか、勉強コンテンツがきちんとあるんだっていうのを、こう直に動画見てよっていうのはなかなか難しいと思うので、こうさらっと一緒にちょっと見てみて、これいつも見つかってる人なんだって、 NHK 出てるんだよってなったら、見てくれる方もいらっしゃるかもしれないし、もちろんそれで全員が全員ね、こう YouTuber というかそのイメージが変わるとは思ってないですけど、でも少なからず、ああ本当だ、勉強できるのねって思ってくれる親御さんはいるかなと思っております。なのでね、ぜひ見る方、もしね、無理に場面を設定しろとは言わないんですけど、できそうな方はぜひ、ご家族と一緒にね、見ていただけたら幸いです。まあ、この動画を撮ってる時点でね、後々その親御さんが見た時にこういうこと言ってたのってバレるかもしれないんですけど、それでも構わないです。自分にとっては YouTube で勉強ができるっていう、その選択肢があるんだっていうことをより多くの方に知ってもらうことが、もう最というか一番大事なことなので、今なので、それでね、何こんなこと言ってて嫌なやつねみたいな思われても、それでも全く問題ないです。そしたら他の、教育 YouTuber の授業行っても構わないわけですし、とにかくそういう選択肢があるんだっていうことを知ってもらいたいので、そちらの、まあ、ご協力というか、ちょっとね、こう見るタイミングをうまくやっていただけたら幸いです。皆さん、ご協力の方よろしくお願いします。